広島東洋カープ対阪神タイガースのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。打ちました。これはセカンドライナー。バッターは2番に入っている浅村。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ボールになります。高めの球、ストライクになります。156キロ。いいまっすぐですね。インローを指にかかったストレートで空振り。ワンボールツーストライクと追い込みました。さあ仕留められるか。打ちました。取りました。ツーアウトになりました。3番バッター高橋。ツーアウトランナーありません。まず何を投げてくるか。初球ストライク。打ちました。浅村一塁アウト。スリーアウトです。さあこれからタイガースが守備につきます。そしてマウンドにバッターは太田。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。空振りになります。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の柳田。山本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー山本、そしてキャッチャーは古田。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。入りました。ワンボールツーストライク。これが4球目。この球は落としましたが決まりません。インコース詰まりました。取ってツーアウトです。バッターボックスは3番浅村。ツーアウトになっています。初球は何から入ってくるか。いいところへ決めてきます。ストライクです。スピードボールを持っています。釣り玉でしたね。はい、高めストレート外れてボール。膝元へ変化球が決まります。ワンボールツーストライクです。低めは外れました。打ちました。ファールグラウンドへのフライです。2回になります。タイガースの攻撃。バッターボックスには4番柳田。カープ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。2球目打ちました。セカンドの右抜ける。先頭バッター、バッターは DH 大谷。ヒットでランナーを1塁に置いています。まずはインコース。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。三振を取りました。まず一つアウト。バッターボックスには代打の筒香。さあ西さん、ここで切り札登場ですね。ここで1点がね、入るか入らないかというのはね、大きな意味がありますからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。ノーボールワンストライクです。落ちる球できました。右中間へ持っていった。ワンバウンドヒットになった。右中間へのヒット。カープ
ピンチになりました。さあそして打席には坂本が入っています。怖いバッターが続きますね。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここまで無失点できてますんで相手に先取点を渡したくないですね。サードよく取った、アウト。改めてお聞きします、バッターの小笠原どういうバッターなんでしょうか。ミートがうまいように大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。ああそうですか。インコース低めストライク、155キロ。外のボール打っていった、掴んでスリーアウト。先制は許しませんでした。ここでタイガース守備を変えてきました。2回の裏になります。さあカープ、この回は4番から始まります。丸が打席に入ります。カープ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても外のボール打っていった、この打球は落ちるか、どうだ、落ちた。打順は5番岡本、ヒットでランナーを1塁に置いています。外、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。振り遅れてますね。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここはいいバッターなんでバッティングに期待ということかもしれませんね。なるほど、そうですか。まあ、肩が強いキャッチャーですからここは走りにくいでしょうね。ああそうですね。中への変化球外れました。3ボール2ストライクです。7球目は何で来るか、内のボール打っていった、セカンドフライ抑えてアウト。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスには6番吉田、ワンアウトになっています。まずはアウトコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ランナーここはスタート切りません。変化球空振り、2アウトになりました。ランナー1塁は変わりません。バッターは7番に入っている村上。ツーアウトランナー1塁です。さあまず1球目、ランナー動きませんね。これが2球目、高め外れてボール。さあ3球目は何か。さあ走りやすいカウントになっています。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。2ボール2ストライクと追い込んでいます。左方向、ここは打ち上げています。抑えて3アウト。3回の表タイガースの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは9番の山田。カープ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。内から入りました。いい入り方ですね。コース球種とも文句なしです。はい、外の球打った、ファウルボールです。このピンチ空振り三振に切って取りました。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。さあここでタイガースダイソーを送ります。村上が1人になりました。ボールは中継、セカンドランナー。ここは三振が取れれば理想的ですね。そうですね。ファウルボールです。小
山さん、三振を狙うためにはどういった配球になりますか？ストライクからボールになる変化球に手を出してもらわないと困るので、そういうボールしかないと思いますね、ここは。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。この打球はファウルです。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど、ボールになります。6球目は何で来るか。空振り。ここはランナーを変えさせません。初球いいところに決まりました。さあ2球目は何か。ストライクを取ってこれで追い込んだ。いいコースだったんですけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。155キロ、低め打った。一塁アウト、これで3アウト。ここでタイガース守備を変えてきました。カープ最後の攻撃になります。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の小林。カープ1点ビハインドで迎える最終回です。バッターボックスには代打の中田。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気を。タッチもセーフ。ストレートがストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。落ちるボールです。もう一球牽制球、二塁タッチもセーフ。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるバッターボックスには代打の坂本。山本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました。内へズバッと投げ込んできました。ストレート打った、取った。二塁送球、二塁アウト。カープ